ビアンキ e s 百五十ビアンキは、現在は自転車メーカーとして、有名なイタリアのビアンキ社が八百九十七年から九百六十七年まで製造していたオートバイのブランドである。九百二十五年から九百三十年にかけては、ロードレースの世界でもなお知られていた。八百八十五年に自転車の生産を始めた、ビアンキ社の創設者であるエドアルド・ビアンキは、 イタリアのオートバイの歴史においても先駆者の一人だった。ビアンキは1887年に自転車にエンジンを取り付けた後のオートバイの原型を作り、1900年には自動車の製造も始めている。1903年にはエンジンを取り付ける自転車のフレームを強化されたタイプにし、1905年にはリーディングリンク式のフロントフォークを装着した。 そして1910年に発売した 498cc 短気筒エンジンのモデルが大成功を収め、ビアンキの名はオートバイのブランド名としての名声を確立した。1916年に V 型2気筒 650cc のモデルが作られ、このエンジンは1920年には 741cc まで拡大された。また1921年には逆に598。 cc に小型化された V 型二気筒と全くの新設計となる単気筒 498cc のモデルがリリースされた。1923年には 348cc のサイドバルブ単気筒 498cc と 598cc の V 型二気筒が、そして1924年には 178cc のオフ単気筒エンジンのモデルがラインナップに加わった。 1937年に製造された ES250 は2つの排気ポートを持つサイチェシー、タ気筒のドライサンプエンジンを搭載したシャフト駆動のモデルで、その高品質によって、ビアンキを代表するオートバイとなった。1925年、348cc のオフ、タ気筒エンジンのモデルが発売されると、ビアンキはこのモデルをベースにした DOHC のワークスレーサーを作った。 チーフエンジニアのアルビーノ・バルディの設計による、このマシンは、タツヨ・ヌボラーリ、アミルカレ、モレッティ、マリオ・ジェルシ、カール・コドリック、ジーノ・ザンケッタ、ルイジアル・カンジェリラのライディングによって活躍し、1930年までの5年間で、最も成功した、イタリア製、ロードレーサーとなった。1930年、バルディは今度は 498cc の OHC。 短気筒レーサーを設計した。このマシンには、ジョルダーのアルドリゲッティ、アルドピガリーに、テルッツォバンディに、ドリノセラフィーに、グイドセラトーアルベルトアスカリといったライダーが乗って活躍した。1938年には 498cc のスーパーチャージャー付き DOHC4 気筒のレーサーが作られたが、このマシンの開発は、 第二次世界大戦の勃発によって止まってしまった。1946年、創設者のエドアルド・ビアンキが死去し、会社の実験は息子のジュゼッペの手に移った。第二次大戦後にビアンキは 123cc と 248cc の OHC 短気筒レーサーを作り、1950年代後半には 248cc と 348cc の DOHC2 気筒エンジンのモデルをリリースした。また少数のモデルが 498cc に排気量を拡大され 500cc クラスのレースで活躍した。戦後にビアンキが生産した市販モデルには 49cc のモデル 75cc のガルデナ 122cc と 173cc の2ストロークモデル OHC 短機等 173cc で チェーン駆動のトナーレなどがある。革新的なデザインのモペットであるファルコには、オーストリアのプフからライセンスを得て生産された 49cc の2ストロークエンジンが搭載された。ファルコには、カズトノリと2人乗りのモデルが用意されており、プレス成形のフレームと、左手グリップでクラッチを操作する三足、ギアボックスによる軽快な走りが特徴だった。1961年には、 イギリス人ライダーのボブ・マッキン・タイヤが、ビアンキのマシンで、ロードレース世界選手権 350cc クラスを戦い、ランキング4位を獲得している。1967年、ビアンキはオートバイの生産を終了し、オートバイに関するすべての権利をイノチェンティに譲渡した。